発生した能登半島地震でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りしますとともに、
期待された皆様に心から歓迎を申し上げます。輸送情勢は緊迫し、国内外我が国が積極的に話が長くなると皆さん大変ですので一番目にしますけども、その先ほどからお話がありそうでございますが、本当に今日本の安全保障の環境が本当に厳しい時代ということになりました。自衛隊の皆様方のご活躍が伝えられ、本当に心強く思っている。次に行進してまいりました部隊は、和歌山県美山町に駐屯する第304水災障害救済です。機関は奈良県橿原市出身、坂田直也担当陸曹です。
った射撃よーい、レー前の攻撃中に射撃から本望を回避するため敵の装甲車両が超移動を行います。グランド送る台装甲車ヘッドオフ、
小川さんとありがとうございました。いやね、今のね、ちょっとビッグボスとの戦いだったんですけど、ちょっと変わらんかったね。2024年はないんだ。そうなんですよ。初の日本一。確か最初のやつ。